さあ今回の DJ ポッキーのトークジャムのゲストはすごいですよこの方です自己紹介お願いします久保田理香と申します、えー、私の,あの祖父がムクハトジュというあの児童文学作家で今私はあの祖父のことをいろいろ広めようと、まあ、小学校とかいろいろなところで話をしながら あの活動をしているところです。はい、今日はようこそいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。お願いします。だって学校の教科書にね、はい、載ってますもんね。そうです。まだ載せていただいてます。ね、みんな知ってると思うんですけどもね、無垢八重さんがおじいさまということで。 本名はなんとおっしゃったんですか。本名は久保田彦穂と言います。彦穂さん。はい。そうなんですね。はい。なぜその無垢鳩ト十という名前になったんですかね。それがですね。ちょっとあの無垢は難しいんですけれども、ええまあ一番最初にあの祖父が作家になろうと思って書いた大人向けの小説に、ええ。まあ出てくるあのまあ山に生きる人々の生小倉って小さい無垢 って書いたところから「ムく」って取って、ええ、で「鳩とじは昨日も子供たちにも言ったんですけど、はい、ちょうどその時に屋根に「鳩が十羽止まってて <laughs> <laughs> ちょうどいいからってね「ム<え>く鳩とじゅうはとムクじじゃないよムクはと十だよ」って子供もうんもす,すねはい じゃあハトが八話だったらハト八とか,なんかかもしれない。<笑><笑>ありがとうございます。はい、貴重なお話ね。はい、いやーだけどあの無垢ハト十三はその動物をね、はい、本当にメインにいろんな文学作品のあ,、はい、あの作品があるんですが、はい、やっぱちょっと戦時中だったので。はい なかなかそそのの戦争以外のことは書けななかったらしいです、ね、そうなんですすねうん、まあ、今その話をした大人向けの小説がええへへまず国から「まあ、のこれは、まあ、書いちゃダメだ」って言われて、うん、でそれでどうしようっていうことで、はい、あの子供向けの動物の物語、うん、動物だったらそういう人のなんか人で書けない、はい、あの命の大切さ とか、はいはい、まあそういうお母さんが子供を、うん、あの助け命を守っても助けたいって思う気持ちとか、えー、そういうことが書けるっていうことで、はい、はい、書いたんですね。はい。まあ家族愛とかね、ね絆とかね、はい、あの時代は書けなかったんですよね。そう、そういうことなんですよね。えーえー、おじいちゃんとは。 一緒ににお住まいになったんですかあはいちっちゃい時からもう、ええ、一緒に,、はい、一緒にああじゃあ写真があるんですが今お見せして、まあ、私が小1位ぐらいの方なんですけどすごい、まあ、いつもこうやって祖父に抱っこしてもらうの大好きで,、ええ、でいつも抱っこしてもらいながら、まあ、祖父が本当にちょこっと必ず毎日。 家にいる時は5分とかでもお話ししてくれましてすごい大好きになったんですけどじゃありか、ね、さんを思いながらできた作品というのはいっぱいあるんじゃないですかまああの<ー>そうですね私が、うん、あの私の名前を使って書いてくれた話っていうのがありましてえー、えええええ と猫の案っていう本なんですけれどもすごい猫が大好きだったんですか私一人っ子なんですけどねその時に動物作家だとたくさん家に動物飼ってるって思うじゃないですか友達とかでも実は私のいとこっていうか祖父にとっては妻孫のいとこのお兄さんがちょっと猫とか犬のアレルギーで。 で、私が生まれる前までも七八匹猫がいっぱいいたんらしいんですけど、えーえー、で、猫を、あのもう、この猫たちがいなくなったら、うんまあ、亡くなったらもう、孫のために買わないって決めてて、えー、ちょうど私が生まれた年に最後の一匹が死んでしまって、えーで、家にいなかったんですよ。はい、で、まあ私一人っ子で兄弟欲しくてたまらなくて、えー、まあ犬だったら一緒にお散歩できるし、猫だったら一緒に、 ね、眠ったり、まあ、妹とかの、うん、気持ちでできるなって言って、はい、でも欲しくて欲しくて図書館から犬の飼い方とか猫の飼い方とかええ借りてきたり捨て猫をいろいろねあののあの赤ちゃん見つけたらこういうのいたんだって、まあ、飼える人探したりとかいろいろしてたんですけどそこは絶対に孫のために飼えないって言ってで 私が飼えなくてかわいそうだからって言って本の中で、えー、あの、あの、私がその思っているように、うん、あの、兄弟みたいに育っていく猫の話を書いてくれたのが、<ー>リカと猫の案っていう話になります。うもう一生の宝物ですね、これねあそうですね。 優しい方だったんですか?はいまあ。とっても優しい、もう、ええまあ、本当に、誰に対しても多分優しかったんですけど、うん、まあ、私にもとても優しくて。まあ、あの、一緒に、ね、あの、本当に忙しかったんですけど、はい、まあ、ちょっと、おままごとっていうか。そういう遊びをしてくれたりですね。そうだったんです,、ね、ですね。あの、ちょうど私が、ちっちゃい時に、うん、あの。 アルプスの少女ハイジっていうアニメとかしてたんですけど、ええはい、もう私すごい大好きで、<laughs> <ー>で、祖父も、まあ、ハイジの本が大好きだった、子供の時大好きだったっていうので、うん、よく一緒に祖父がアルムジさん役で, <laughs> で、私がハイジ役で、一緒にあの、何ですかね、 牛乳を台所から持ってきて飲んで <laughs>、ええ、まあチーズとかパンとか食べながら祖父がの庭から見えるいろんな鳥とか、うん、いろんな話をあアルム寺さんみたいにしてくれるとかで一緒にアルプス行かれたんですかはい <laughs> 行,<た> <laughs> 行きました <laughs> とりあえず聞いてみたら本当に行っちゃった <laughs>、えー、そういう時の写真とかはあるんですか一緒にあの <laughs> ハイジの泉っていうところにも訪ねた写真があります。えー、う子供たちめっちゃ多いんですけどこれはなんかあの,、まうん、あの祖父の友達の子供たちも一緒に行ったってことではいいや子供大好きだったん、ねまあ、そうですね大好きでしたねさあそしてはい こちらにムクリカってあるんですけど、<あ>ちょっと見せてもらっていいですか？これ,これは直筆ですよねああ。そうですね。<ー>まああのちょっと恥ずかしいんですけど、祖父が、うん、まああのムクの字は他に誰にもあげないけど、まあ私にだけあげるって言って、でまあちょっとこう落書きみたいなのに書いて、そのうちね、えー、ちゃんとしたのに書くよって言ってる間にちょっとなくなってしまったので、<ー>まあこういう。 まあ本当にいたずら書きみたいな筆に書いてくれたものなんですけど<ー>、まあ、今言った、なんか、ハイジがまあ祖父にとっては運命の書って言われ、自分でずっと言ってるような本で<ー>、で私が好きだったっていうのもあって、なんか、ちっちゃい、もう本当にあの、 いろいろと一緒に暮らしながら私と自分を重ねてたみたいで俺もちっちゃい時こんなことあったなとかこんなこと思ったなとか一緒にいながらいつもそういうのを思い出して、まあ、自分の子供のことを語ってっていうのがあって多分そういう思いもあって。 何かうわむちゃくちゃ大きい存在だったんですねな私にとっても本当に<ー>そうですねえ何歳の頃お亡くなりになったんですかえ十16の時ですあ高校1年生はい、はい、そうだったんですね,そうですねまあ、うん、本当にそれまでとっても元気だったので 1>,、えー、あの1年前はあのヨーロッパスペインとかも行くし<ー>公演ももう 1>, あ1年の半分以上はいろいろ離島から何から回っててその時も公園に行って、ええはい、でそこでちょっと体調を悪くして帰ってきても1か月ちょっとで亡くなってしまったんですけどね。もともとはあの長野県出身だったんですよね。はい、長野県出身ですでですすどどういうういご縁で鹿児島だったんですかあのちょうど大学 出て出た後にに、えー、の他のとこでもともとは就職決まってたんですけど、えー、あのそこがその決めてた校長先生がちょっと駄目になりな,なくなりになってしまって駄目になってしまって祖父はですね学生結婚してたんですよ。えー、ちょっとと大大恋愛をして、はい、大親友の妹と はいでね、学生結構して、もお腹に <laughs>、ええ、子供 <laughs>、赤ちゃんがいて、<ー>で、どうしようってことで、で、鹿児島にあの、祖父のお姉さんが、鹿児島の女医さん、あの、鹿児島で初めての女医さんだったらしいんですけど、えーええ、女医さんをしてて、八つ上なので、とてもあの、頼りになるお姉さんでどうしようって相談して、はい、でも、ええ、お姉さんが、まあの、遠いとこに、 ね、行くよりはと言って、まあ、種ヶ島の小学校の代用教員をまず見つけてくれて、ええ、で45ヶ月そこでした後に、はい、まあの島だと子供、はい、まあ奥さんちょっと祖母が5月ぐらいにかな、うん、一番上の子供に呼べないからって言ってカジキの高等小学校の就職先を探して、ええええ、でもそれからもずっとその縁で。 鹿児,鹿児島に居ついちゃったっていうはあそうだったんですね、はい、なんか図書館の館長もされてたんですよねそうなんですあのまあカジキの高等女学校をしてる時に図書館の館長をって、うん、昭和24年ぐらい十四年ぐらいだったかな、ええええ、から19年間とても長いんですけどへ<ー>、はい。 そうですよねた,はただ今もあの小学校5年生ですかね教科書に出てますけどもあ、はい、あのこの絵本ですよです、ね、そちらにある「この大蔵じいさんとがん」ってこれがちょうど70年間まあ教科書に祖父のものが載ってましてまああのー。 これもとても長く、はい、教科書に載ってますね、はい。なぜこれがずっと取り上げられてるというふうに感じていますかどうなんですかね、まあ、ちょうど本当にこの本はさっきボッキーさんが言ってくださったように、うんはい、戦時中に書いた物語なんですけれどもやっぱり、まあ、すごく一生懸命生きるがんと、うん、まあそれを 何ですかね、まあ、敵同士にはなるんですけどおじいさん迎え、はい、撃つ漁師のおじいさんが、ええ、だけどあの敵っても憎しみとかじゃなくてなんかあのお互いを尊敬するみたいな、うんはい、そういう姿とかもなんかいいと思ってくださるのかありがたいなと思います。はい で今日はあの特別にあのムクハトさんの直筆の何かメッセージを書いたありますよねそれ<あ>はいこれは、はい、あの私が日記を小学はい、はい、それまで1年生までは絵日記つけてたんですけど <laughs> 絵日記を、はいはい、それちょうどセキュタスイス一緒にハイジのところに行くっていう時に、はい、まあその思い出を つけよくつけてごらんって言って、まあ、日記帳を買ってきたらこういう日記は過ぎ去っていく時をいつまでもとどめていてくれるっていうふうにうわー、はい、すごいなもう宝物だらけですねうもう本当にね <laughs> でご自分でも本は書かれてるんですよね年前にはは、うん、はいはい、はい 祖父の電気も書きまして、はい、まあ子供向けに簡単にっていうか、祖父のどういう人かってわかるものがないっていうことで、うん、出版社の方から、ええはい、あのだた小学校上級生ぐらいから読めるようなものをということで、うんはい、はい、祖父の電気をね<ー>書かせてもらいました、はい。もう今本が出てますんで、あ、ありがとうございます。お願いしますこちらもぜひ、ねね、読んでいただきたいと思います。はい、すね、はい。あとその 勲章みたいな,のなんですかこれこれはあの、はい、ロシアの政府からいただいたんですけど,えどういう今ですねあの私がの「殺路交流促進協議会」って言って、ええ、鹿児島とロシアのいろいろとあの歴史的文化的な、えー、ことで交流をしようということで、はいろいろ交流してるんですけどその私たちのメンバー 私もその一人メンバーなので、えー、あのまあいろいろと活動を認めていただいて、<ー>はい、ロシア政府からちょうど総領事が鹿児島に来たときにあのいただきました。<ー>はい、え、なぜロシアだったんですか？あのそうですね、まああの元々のその代表が、まあの鹿児島とロシアはとても歴史的な関係があるよということで、はい、私も。 あの調べたらもう本当にですねえー、まあ日本で初めて日本とロシアの時点、うんえー、を作ったのがゴンザっていう手元にゴンザ通りっていうのもあ,るけどありますねゴンザ通りはいはいあのゴンザっていうあの漂流民なんですけれどもがいるっていう歴史もあるし、えー、あとその後ロシアの最後の皇帝ニコライ2世 2>、はい が皇太子時代に、まあ、の日本に来て、うん、あの有名な大津事件で切りつけられるっていう事件を<ー>その前に鹿児島に来て、ええ、もうあの鹿児島市民みんな大歓迎、うん、名山小学校でも式典をして、ええ、その後仙川に行って、はあ、あの島津家と式典をしたりっていうご縁もあって、ええ、あ本当に。 あとはもう本当にいろいろとあの何ですかね西郷家とかもいろいろとロシアにつながってるっていうのを知ってそういう関係でまああのまあ祖父もちょっとロシア文学にはとっても影響を受けてるっていうのもあってですね、ええ、まあ,あの何ですかねちょっとそういう。 向こうに行った時にこうやって日本にはこういう加護児童文学作家がいて、うん、でロシアのとても影響を受けてるんだって話をいろいろしてきてたんですけど、えー、ちょうどいつかな 2, 2年ぐらい前にガルージン大使って今のロシアの大使なんですけど、えー、祖父の記念館に来てくださってあよかったですね。すごく日本語堪能でいらっっしゃってあ あの私がご説明したりする時も日本語であの全部読んでいってんさってもう一枚写真がありますけどもあもう一枚は、はい、ちょっとあの関ニコライ皇太子2世のこと話したんですけど、えーえー、私がそのロシアに行った時に、うん、あのこれはロマノフ財団の一番上の方っていうかニコライ 2世の一番末の妹の、はいうん、まあ王子と結婚されたまあ今はそのかそこのロマの去年お亡くなりになっちゃうんですけど、ええ、ちょうどお会いした時はそのロマノフ財団のトップでいらっしゃった方とちょっとお会いしてそうなんですね、はい、最高の笑顔ですねはいそうですか<な>んか <laughs> 今は まあ全国にも行かかれるんですか全国にも、うん、ちょっと去年はあのあコ,ロコロナで、ねええ、あのちょっと法政大学呼んでいただいてたのができなくなったんですけどどちらかというとやっぱり今鹿児島市内と、うんええ、あとこの前までは市内が多かったんですけど、うん、最近ちょっとあの島の方とかちょっと遠くにも小学校とか呼んでいただいたり。はいはいうん してますねでも逆に今の時代だからこそムクハトジュウさんの作品っていうのが心に響きそうな気がするんですけれどもね。そうですね。やっぱりいろいろとまあ祖父の作品っていうのはあまりこう時代を超えてっていうか読み継がれる作品じゃないかなって思ってますし今今本当にいろいろといろんな不安が。 あったりそうなんですよそういう、まあ、の本当に命のことも考える時ですし、うんまあ、いろんな、えー、子家族の絆ですとかそういうのも考える時なのでーーもう作品もぜひ読んでそういうことも祖父がずっとかい、うん、動物に置き換えて書いてると思うのでですよねはい読んでいただきたいなって思います。ね もう皆さん読んだことあると思うんですけどももう一回ねあはい読ん,読んでいただきたい,いもっと感動するんじゃないかっていういこういう状況だからこそですねいやもう,うそう思いたいですね,ね<ー>もうじゃあ,あの久保田理香さんがこれからやってみたいとかなんか夢とかあったらちょっと聞きたいんですがです、ね、今お話ししたように、はい、もう本当にあの ね、祖父の本のことをどんどん子供たちにあのもっと読んでもらいたいのでますし、はい、あとあの祖父があの読書活動もしてたんですけど<ー>まあの鹿児島から全国に広めた母と子の20分間読書っていうのがあって、はい、今形を変えて家,読家で家読みたいになってると思うんですけどやっぱりそういうあの 本を通じての心の交流っていうのも、はい、うあのつなげてもっと、ね、あのつなげていきたいなって、うん、やっぱりもう一回見直してもらいたいなっていう気持ちも強いのでそういうことを、まあ、日本とあとは全、まあ、世界にも、ねうん、つなげていけたらいいなと思ってるところです。そううですか、はい、いやもう本当に お孫さんという立場なんですが、いっぱいありますね、これから先もね。そうですね。はい、伝えなきゃいけないことは、はい、伝えたいことは。伝えたいことは,はいっぱいあります。そうですか。わかりました。はい、でも今日はちょっとでもこの番組でご紹介できてよかったです。はい、いもうすいません、もうなんか紹介はできないんですけど。はい。はいというか、あの、リカさんは、あの、声もすんごく素敵なので、<laughs> そう